どうも、Dチャンネルです。本日2月3日は節分の日でございます。いやー、皆さんの家では豆、まいてますか？過去に Dチャンネル何度か言ったことあるんですけど、うちの地元では、いった大豆とかじゃなくて、落花生を投げてたんですよね。だから普通の豆よりも何倍もダメージありますから、鬼役になる人を決めんの本当に白熱しましたね。それで近年その豆まき以外にも完全にもう行事の一つとして定着化したものありますよね。何かわかりますか？そうですね、恵方巻きです。自分もですね、先ほどスーパーに行ったらこんな感じで恵方巻きヒレカツと、もうね、具材にもうデンとヒレカツが入ってるんですよね。もうそこのスーパーめっちゃ恵方巻きに気合い入れてたらしくって、弁当とか置いてあるコーナー全部に恵方巻きが置いてあって、逆に普通の弁当が1個もないっていう、そんな中ですね、こちらのヒレカツの恵方巻き買ってまいりましたんで、今年の方角性北北西はこちらの方向なんで、そちらを見ながらいただきたいと思います。それではいただきます。